よそ見してるから。故郷に帰りたいんでしょ。だったら僕も手伝うからさ。僕たちこう見えてもよろず屋だから、こういうごたごたには慣れてるんだ。何それ、逆切れ。手貸してもらっといて何その言い方。一度向き合ったら俺は逃げない。俺たちの方が有効に使える。イライラする。うるせえな、いつまで泣いてんだ。俺は弱虫も泣き虫も大嫌いなんだよ。慣れなくても死ぬよりいいだろ。なんでそんなにダチになりてんだよ。俺と話は聞かせてもらった。そのイベント俺も混ぜてくれる。その実態を俺たちの目で見極めるんだよ。悪を成敗するために。ちょっとカイちゃん運営の参考にさ、計画のコードネーム何がいいかな。そうだ、メイド鑑賞会、つまりメイドルッキンパーティー。今この世界がどうなってるかはもちろん知っているよね。どうかな、僕としては続いてほしいと思うけれどね。例の悪魔がいる第8特殊消防隊、少し調べておいたよ。他の隊とは毛色が違う、面白いよ。あー、しまった。次の授業で使うおっぱい忘れた。友よ、お前のおっぱい貸してくれ。何このお子様、知り合い。絶対喧嘩売ってるよねこの子。今回は本当に違うんだ。話は聞かせてもらったよ。あんたでしょ。よし、明日こそ友よにホームランだ。ちゃんと逃げてたな、正解だ。この目が持ってる必殺技を自分のために使うのは嫌なんだけど、さすがにこの目でも見たことのない猫は追えません。あそこです、あの2階。でも怖いよ。いや、僕は映画スターなんかじゃなくて、酒を作ったり売ったり。嘘です、ただの不良というか、なんというか。はい、いや僕は全然平気だから。ジャグジースプロットです。入部を希望します。佐藤さんですよね。マジですか、本物ですか。お前ら何のために学校に通ってるんだって言いたいです。こんなことじゃ日本のゲーム業界はお先真っ暗ですよ。あの頃は本当楽しかったですよ。うるさくてすみません。このアパート案外壁薄いんですね。久しぶりに肩の力抜けるわ。ああ、食料の配給だろ。母ちゃん、俺舞台に正式に配属されたんだ。それで入隊祝いに母ちゃんの料理。今生きてる世界中の人みんなが入れるんだ。頑張んないとな。大丈夫です、訓練は十分受けてきました。うちの学校って可愛い子多いよね。どうせ僕は8階です。8回しか魔法使えないんです。ごめんなさい。僕の部屋だ。ここは彩雲寮で男子寮で、ここは確かに僕の部屋。ビビってんのかい。そっちこそ当たりだ。お前がボマだろ。吐き気がする。だからさ、ぶっ壊してよマシーンを。もう一度かけよ。でもさ、僕が気に入らなかったら